子供が真似するアンチが湧くいいな。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、今日久々に現場を来たということで、ソフトサーフでちょっと面白いことやりましょうということで、はい、どんなやつですか。はい、面白いことやりますよ、はい、言いますよ、はい、今回、うん、なんと、うん、ソフトサーフ、うん、社長が飲んでみたい。社長がソフトサーフ、うん、飲んでみた。社長がソフトサーフ飲んでみた、はい、死ぬでしょ。知らず知らず死に案件でしょ今日。いやいや、そんなことないです。死亡案件でしょ今日。全然水性なんでサーフは油性じゃないので、うん、だけど密着力が強いもんで、そうそう、胃の粘膜、胃とかに腸とかにくっついちゃうじゃん。こんなんですよ、もうサーフペタッいきますよ。お酒も無限に飲めるっすね。まあそれはいいな。あ、そう、腸がもう吸収しんから。そうそうそう、アルコールをシャンパンも、はい、シャンパンなんかコメントで見たようなサーフタワー、シャーフタワー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 怖いな。まあ飲むのはもうさすがにやばいわ。メーカーいいって言ってんの。メーカーいいって言ってます。絶対嘘。水性なんで本当に。いやさすがに。シャンパンよりかは飲みやすいです。アルコール入ってないですか。シャンパン飲みもやっちまう。水性なんで。シャンパンもでしょ別に。あれアルコールじゃないですか。アルコール性。これ水性なんで。酔いません。はい。酔いません。酔いません。自分に酔っちゃうくらいです。シャンパンでも酔える。自分に酔える。お金使った日は酔える。いませんな。でも僕思うんですよ。社長年内に5万人通る目標。はい、はいはい、今ちょっとペースがきついかなと思って、なんでまあこれぐらいやらないと、うん、いやまあでもサーフはさすがにちょっと無理だな。いやいけます、うん、年内5万人を目標なんで。やっぱ死亡案件だ。命案件。いけますいけます、ね、本当にいけます本当に。そう、はい、無理だな。さすがにちょっともうね、どんだけチャンネル登録がまあ俺も欲しいとはいえ、まあ飲むのはもう無理。飲むのか、数字が欲しい。いいな、いいな、いいな。ハーフを飲め。はい、何、いきなり。はい、愛じゃないって。サーフ、サーフ飲んだ方がいいですよ、絶対体にもいいですよ。いきなり劇団入っちゃったのに。手前で今も出たとこですし、いや体に害がないと俺全然ほんとマジで飲むけど、いやいやもうさすがに無理だわ。そうそう、子供も子供も真似するし、子供が真似する。子供が真似するアンチが湧くいいな。俺が飲むどういうこと。いやもう社長全然飲まんすもん。いないなやん。社長がいいなじゃないですか。社長が飲むのいいなじゃないですか。もうどういうこと。もう俺のお願いいいなじゃないですか。いやいやもう無理だわ。寺西君が飲むのもそうダメだわさすがに。全然いけますよ。そのいいな突っ込んでくるのはいいんだけど、はい、社長がずっといいなすもん。えどういうこと。全然いいなすもん。いやいいなよ。こんな楽勝っすよ。さすがにこれだよ師匠さん。これだよ。見えます。これの何って書いてある。全然いけそうっすけどねこんなの。偉いっしょ。水ですよ。もう社長飲まんからもう僕行くしかないですもんね。いやいや無理でしょ。やっとけないですよ。全然できるっすよ。ちょ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 うわあれもチェイカーって何やっとん。あっあっちょ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 うわっ全然でも苦っ。うわっちょっとやばいでしょ。いや固まるぞ口の中で。いや苦いですけどねちょっと。はっちょっと本当にマジでやばい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 。ちょっと浮かしてる。いやまあ全然いくです。気持ち悪いですけどちょっと。気持ち悪い。じゃバリウムと一緒ですよこの。バリウムじゃないって。全然いい。これレントゲンと一緒ですよ。お腹痛いの。腹痛いぐらいですよ。マジで痛い。キリキリして刺すような痛みですよ。
ちょっと嘘ってた、ほんとにやばいでしょ。口なんか大丈夫、口いいな。ちょもういいって、マジで。ちょ、ほんとにもう一回上にした方がいいでしょ。お腹痛いでしょ。お腹痛いです。お腹いいな、お腹いいな、お腹いいな。一回上にしよう。うがいいな。ちょっとほんとに親に怒られるって、親。おやいな。じゃあやばいでしょ。ちょっとうがいだけしたい。もう一回ちょっとビデオ決めようか。てっぺー、ドッキリ大成功、ドッキリ大成功、ドッキリ大成功。どういうこと、どういうこと。ドッキリです、ドッキリです、これ。あ、あ、あ、これドッキリです。そう、どいつ、はい、何のドッキリ。これドッキリですよ。ちょっと何のドッキリって言ったのか。腹が痛いか、痛い。あ、腹、腹痛いです、あれ。ちょっとうがいもした方がいいでしょ。うがいしなくていい、痛くない。あ、ちょっと、これ意味が、何のドッキリ。いやいやいや、ちょっと分からん、難しすぎる問題やしくな。ちょ、マジで最近わけわからんドッキリ。おい、ちょ、何何。え、これですか。一回うがいだけしよう、マジで。いや、いらないです。何のドッキリ。ドッキリですよ、普通に。どういうこと。いや、これ明治ブルガリアヨーグルト、ヨーグルト。あ、そういうこと。そうす。あ、ヨーグルト。そうそう、これヨーグルトです。サーフじゃない。これサーフじゃないですよ、これ普通に食べます。てか俺さっきからカメラ入ってる。そう、心配になっちゃった。そう、はい、これサーフじゃないですね。翔瀬さんも今知りました。うん、うん、ちなみに、どういうこと。あのサーフって多分信じてると思います。どういうこと。僕が入り取ってないんで。あ、入り取ってない。入り取ってなく、オープンに取ってない。勝手にごめんなさい、これ社長騙すために。本当に社長に飲ましたかったんですけど。嘘、全然飲まんもんね、社長が。飲まんだろう。飲む。もう社長もびっくりしてんだ。そうです、ごめんなさい、本当に。本当はやばい。本当はやばいんじゃないですか、死ぬんじゃないですか。普通に死ぬってことです。多分テロップで出てください、テロップ。これやばい、本当にさ、真似しないでね。あの、これヨーグルトだからね。はい、社長なんて飲んだら一殺すんだよ。は、もうチーンすからね。チーン。だけか、おめでとう。だけど面白いわ、最近。じゃ本当に引っ張られてくもん、俺。ちょっと面白い。壊れてきちゃったんですね。壊れてきた。ネタ合わせてよ、ちゃんと。いつもみたいに。了解です。やらせ、いいな。また見てね。面白いわ。ちょっと良かったね、これ。そうですね、飲みます。だからこれも引いてあるんだな。どうですか。全然飲まない。全然違うもんね。全然違うもんね、よく見たら。そうですね。マジか。そうだね、匂いもない、ね、そうですね、何も考えてない。全然本当、本当ヨーグルトだよ。いいわ。ヨーグルトなんかハケで食べるの全然分からないし、気持ち悪いね。脳が騙されそうだから。